長岡市で19日、水害対策について考える講習会、開かれ、地域住民が防災への意識を高めまし、信濃川や住みか吉川といった一級河川沿いに位置る長岡市原城町、河川が増水しやすい台風市、図に合わせて開かれた講習会には住民を、総30人が参加しました。19日は、 防災士を講師に招き、手災害発生の危険度を知らせる警戒レベル、ついて正しく理解しているか確認したほか、外事に、どのような避難行動を取ればよいの、などを、住民同士で話し合いました。参加した、民、いざという時一体どういうことをした、良いのか、自分のところはどうなのかとか発揮、と教えてもらったので勉強になった、ゲゲ情長、会、大竹裕介会長。 水害が発生した時は、死や、伏せがすぐ駆けつけてくれることはなかなか。いいので、まず自分の宮家族を守ってもらう。こう、町内だけでなく家庭でも話し合っても、浮き替えになったら良いと思う19日はこの他119、通報の方法も確認し、参加者は防災への意識、高めていました。